します。今、6時40分です。6時50分から選手の皆さん、ウォーミングアップ、皆さんが立っているところが西側でウォーミングアップ会場になりますので、アテンダントの皆さん、あ、そんなのって感じで覚えておいてください。おはようございます。おはようございます。どうもご苦労様です。今日の意気込みちょっとお願いします。意気込み、まあ前を追っかけて頑張ります。前を追っかけて。ということは一番ではないってことですか？一番ではもう無理ですね。ゼッケン4番なんで、まあ4番、行けたら4番、5番あたり、4、5、6あたりを。今日はどちらから来られたんですか？大分です。大分。はい。お名前もう一回。ひろみち潤と言います。ひろみちさん。はい、頑張ります。かつてはもう全て1位だった。その昔。若い頃はですね。はい。もうおいくつなの？50です。50ですか？はい。まだまだですね。まだ頑張らなダメやけど、はい、もうやっぱり環境が変わってるんで。なるほど。はい、もう家族中心です。怪我のないように。はい、頑張ります。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日の意気込みもお願いします。意気込みですか？意気込みは情けないですけど感想ですね。なるほどなるほど。重要なことですよね。そうですね。すいません、お年は74歳。74歳。はい。多分。最高齢かな今年多分そうだと思います。74です。もうすぐ5月75になります。おお、ね、車椅子マラソン始めてもう何年ぐらいになるんですか？40年。はい。おお、今年で何回出場ですか？長野は最初から知ってます。知ってます。もしかして地元ですか？あ、地元です。そうなんですね。はい、よかったらお名前。平沢と言います。平沢さん、はい、ぜひ今日は頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。はい、今日の意気込みお願いします。今日も前回よりちょっとタイムが早く走れるように頑張ります。前回より、はい、前回は何？前回は1時間4分ぐらいかかっちゃったんで。1時間4分ぐらい。1時間切りを目標に。なるほど、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。ちょっとなんか雨降ってきそうですけど大丈夫でしょう？天候大丈夫ですかね？嫌なこと言わんとってください。大丈夫でしょう？今日はどちらから？島根です。すごい遠い。長野マラソン目指して。そうですね。今年で何回目？15回目です。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。天気持てばいいですね。持てばいいですね。持ってほしいですね。本当ですね。今日の意気込みをお願いします。意気込みですか？はい。今年練習不足なんで、できりゃ完走がしたいです。したいですね。あ、そうですか。今日はどちらからは？広島です。おお。今回何回出場？2回目だ。あ、2回目ですか。2回目だ。じゃあぜひとも完走を目指して頑張ってください。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどちらから来られたんですか？京都から。京都から。はい。今回何回目ですか？今回2回目。今日の意気込みお願いします。無茶する走り切ります。完走目指します。完走目指して、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。これからウォーミングアップですね。はい、はい、じゃあ先導してください。はい。今日はどちらから？大阪から。今日の意気込みどうでしょうか？無事完走で。完走ですか？ちょっと天候怪しいけど。あ、でも走り出したらこのぐらいの方がいいかもしれないんで。あ、あったか、暑いもんね。そうですね。はい、で頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。今日はどちらから？松本から来ました。松本、あ、地元なんですね。はい。何回目になるんですか？初めてです。あ、初めて。どうですか今日の意気込みは？頑張って完走したいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどちらから来られたんですか？どちらから？今日は滋賀県です。滋賀県、はい、遠いですね。遠いです。でも、まあ、毎年3回目です。今年。あ、3回目、はい。おどうですか、コース的にはどうなんでしょうか？コース的にはいや走りやすいです。あ、そうですか、はいはい。今日の意気込みお願いします。今日の意気込みは、自己ベスト完走。自己ベスト。自己ベスト、はい。どのくらいあるんですか？1時間7分。7分ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ございます。あの長野インターネット放送局と言いますけど、今日の意気込み。はい、そうですね、ちょっと寒いですけど、あの自己ベストが出るように頑張ります。今日はどちらから来られたんですか？一応新潟なんですけど、まあ長野寄りなんで、はいはいはい、すぐ近くです。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はどちらから来られたんですか？東京から来ました。東京から、はい、何回目の出場ですか？初めてです。お、初めて、はい、じゃあコースやなんかもう下見とかしたんですか？もうちょっとだけしました。今日の意気込みお願いします。初めての出場なんで緊張してますが、ゴールできるように頑張ります。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどちらから？兵庫です。今日も、はい、お遠いとこから今日の意気込みお願いします。そうですね、まあ長野マラソン初めてなので、ほいほいほい、ちょっと何分ぐらい出せるんかなっていうのはちょっと分かんないんですけど、まあ楽しく走れたらなと思います。はい、ぜひ頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。撮ってもいいですか？まずいですよ。ありがとうございます。今日はどちらから？今日神奈川からです。神奈川から、はい、今回で何回目の出場ですか？14回目。おお、もうベテランです、ね、そうですね、ある意味今日の意気込みはどうでしょうか？ちょっと体調崩しちゃったんで、はいはいはい、まあでも頑張って完走したいと思います。完走、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。今日はどちらから来られたんですか？あ、地元です。あ、地元。あ、じゃあもう何回も、はい、20回目、はい、じゃあ完走なんて言うんだろう、全部正解した、まあ、全部そうですね、全部毎回で、はい、今日の意気込みお願いします。あ、なんとか完走できるように頑張ります。はい、完走、はい、今日はちょっと天気は悪そうなんですけど、ちょうどいいんじゃないですか？あ、一番、はい、あ、そうですか。あ、暑くなく風なきゃ大丈夫です。あ、こちらはどちらなんですか？地元です。あ、地元、やっぱ地元で、はい、意気込みお願いします。頑張ります。頑張ってくださいありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はどちらかな？いや、静岡です。今日はです。コンディション的にはどうなんでしょうか？今日はでも去年よりはこっちもそんな寒さ感じないですね。で、風もないし、うん、いいんじゃないですか。逆に暑い方がね、大変なんですよ。このぐらいでちょうどいいと思いますか、ね、今日の意気込み、お願いします。まあ、みんなと仲良く走りたいですね、集団で、うん、そうすれば自分のペースもおのずと上がってきますね。はいはいはい、第一楽しく、まあ去年よりタイム上げたいですよ。タイムはおいくつですか？去年1時間5分ぐらいだと思ったんですけど。1時間5分ぐらい、はい、早い方じゃないですかそれ。まあ普通ぐらいだと思います。タイム、ベストタイム目指します。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。撮ってもいいですか？はい、撮影してもいいですか？はい今日はどちらから？富山からです。富山、今日の意気込みどうでしょうか？はい、とにかく完走、完走を目指して頑張りたいと思います。今日何回目？9回ほどかな。あ、じゃあ結構出てる方ですね。だったかな。はい、じゃあコースも大体こんなもんかな。大体こんなもんかなと、コースは分かります。はい、はい、まあ、怪我のないように。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の意気込みをお願いします。楽しんで完走を目指します。楽しんで、はい、大事なことですよね。そうですね。今日はどちらから？宮城からです。あ、宮城、はい、じゃあもっと寒い方かな。今年は暖かかったです。あ、雪もあんまり降んなかったです。今日お仲間で2人で、はい、今日みたいな天候はどうですかね？走りやすいんじゃないですかね、暑いよりは。じゃあぜひ頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。おはようございます。また今年も気が付きました。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどちらから？千葉から。え、千葉から。はい、今日の意気込みお願いします。そうですね、まあ、優勝でできればいいなと思います。まあ、代表クラスを目指すようなのは、いや、もうこれで今年で終了かなと。それは何か区切りがついたってことですかね？何か。そうですね、今年でちょうど、まあ、競技始めて20年になりますし、まあ、年齢的にももういい年なんで、走も走れるんですけど、やっぱりもう代表クラスっていうのはもうちょっとね、そこで走るほどの、まあ、もう
ポテンシャルもモチベーションももう湧いてこないので、はい、本当に連続な優勝でもない連続優勝は、まあ、何回かはしていると思いますけど、まあ、今まで9回優勝してるんで、はい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 、今回優勝すれば10回ですね。はい、あのじゃあ、まあ、そういう意味では一区切りかなといった感じなんですかね。はい、まあ、でも参加されるんですか。そうですね、はい、まあ、健康マラソンというか、はいはい、まあ、その趣味として、はい、走り続けられたらいいかなと。走り続けるということですね。そうですね、ぜひぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今日の意気込みは。頑張ります。どっちもこれじゃないですか。山の内。山の内。県内ですね。県内です。何回目の出場ですか。あ、ずっと20回目。20回目。お、素晴らしい。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。してしまったらこの上下動やから、この前さ、こういう力だった。そうじゃない。そうじゃない。止めとく。この時に俺らは押した力で体がうわって逃げてしまうけど、それを腰で溜めれるから、だから踏ん張りが効くやん。お知らせします。みんなのこうメンテナンスってことで。あ、そうですそうです。素晴らしい。じゃあもしここで釘入れようとかっていう時は声かければいいわけです。そうです。なるほどなるほど。はい、でもこの後普通に車列に入るんで。あ、はい、そう、車で、ね、そうですそうですそうです。パンク、この瞬間パンクする人もいるんかな。いらっしゃります。まあ、稀です。でもすごく稀です。でもないわけでもない。ないわけでもない。だからいつも待機してるっていうことです。そうです。スタートで本来はいつも待機してるんですけど、はい、もうスタート地点で立ってるんですけど。なるほど。今年はちょっと車列に入ってほしいということで車で一緒についてきます。車で。はい。あ、そういう意味で。そうですそうですそうです。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張れ。
第20回長野車椅子マラソン大会の表彰式を行います。なお今大会は株式会社塚田、株式会社ハリカ長野マニランド長野様、株式会社帯名田様、津田塾大学様、ジャパン飯田水引プロジェクト様、飯田市様のご提供により入賞選手にそれぞれ副賞が贈呈されます。津田塾大学様、飯田水引プロジェクト様、飯田市様からは3社が三冠学共同で開発した車椅子に装着する飯田水引のアクセサリーであるミーズを副賞として贈呈いたします。ミーズは車椅子に飾るという選択肢を提示したいという思いから開発され、車椅子のスポーク部分に装着し、車椅子に乗りながらからでもおしゃれを楽しむことができます。商品名については、ミーズには水引きの水と英語で自分を表すミーに所有格語尾のアポストロフィー S をつけて私のものという2つの意味を掛け合わせました。またミーの後のアポストロフィーが自分を飾るアクセサリーにも見えることから、本来マインであるところをミーズとして、車椅子を自分らしく自由に彩ってほしいという願いが込められた商品となっています。本日は共同開発メンバーを代表して津田塾大学の皆様にプレゼンターとしてお越しいただいております。ゴール後に選手の皆様へお配りしたペットボトル水ですが、こちらは長野県企業局にご提供いただいており、千曲川の水を浄水してボトリングしたものになります。信州の山々が育んだ水の恵みをぜひお召し上がりください。それでは男子 T34、53、54クラスの表彰を行います。優勝、樋口正幸選手、47秒。第2位、吉田隆選手、記録47分20秒。第3位、山口周平選手、記録47分47秒。第4位、広道純選手、記録49分32秒。第5位、大津圭介選手、記録49分34秒。第6位、
佐藤健選手。記録50分48秒。第7位、行田武史選手。記録50分52秒。第8位、野村光義選手。記録53分38秒。優勝した選手には、本大会大会長、長野県障害者スポーツ協会理事長、奥原明夫から優勝トロフィーが授与されます。続いて副賞を贈呈いたします。副賞贈呈は株式会社つかでん、株式会社ハリカ長野マニランド長野代表取締役社長塚田総一様、津田塾大学から中田由紀様、柿の木ゆり葉様、渡辺ココ様、小田美優様にお願いしたいと思います。女子 T34、53、54クラスの表彰を行います。優勝、滝村和美選手。記録1時間1分34秒。第2位、棚田優子選手。記録1時間6分20秒。第3位、増田しおり選手。記録1時間22分52秒。選手が20回連続出場となります。皆様盛大な拍手をお願いします。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。今日は車椅子マラソンということで、今表彰式が終わりましたけども、はい、そこでプレゼンテーターをしていました。ちょっと見られないプレゼントを渡している仲間がいましたので、ちょっとお聞きしてみたいと思います。このような水引きを利用したアイテムを作った理由をちょっと。はい、私たちが通っている千駄ヶ谷キャンパスにあるんですけれども、千駄ヶ谷キャンパスには近くに東京体育館であったり国立競技場があって、私たちも
普段スポーツを身近に感じる機会が多くあります。それと長野県の飯田市というところと大学が連携しているので、はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。その特産品である飯田の水引きとスポーツを掛け合わせたアクセサリーを制作いたしました。津田塾大学と長野県の飯田市が包括連携協定という、はいはいはい、ちょっと難しくなってしまうんですけど、はい、連携させていただいていて、長野県の飯田市からのご協力をいただいて、私たちもパラリンピックであったりとか、はいはい、そのスポーツを身近に感じる機会が多いので、はい、水引きで何かを作りたいという思いでアクセサリーを作りました。車椅子につけようって思った理由は何かあったんでしょうか？そうですね、きっかけとしては東京オリンピック・パラリンピックが2020年に行われて、それでそのパラリンピックを盛り上げたいということで、そのパラスポーツを見たときに、その車椅子を使われている方がパラスポーツ多いと思うんですけど、その中で車椅子が無機質であることが、なんかちょっともうちょっと明るくできたらいいなっていう思いがあって、その私たち飯田市と連携している私たちだからこそできる商品を開発したいということで、この水引きのアクセサリーっていうのを開発しました。今後何か目標はあるんでしょうか？また今後の目標は、はい、そうですね、まずは車椅子ユーザーの方により多く知っていただくということを一番の目標にはしています。まあ、それだけではなくて、車椅子以外にもたくさんの使い道があるので、一般の方にもよりいろいろな使い方をしていただけるように改良なども進めていきたいと思っています。ぜひ夢に向かって頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はそういうところありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。入賞おめでとうございます。ありがとうございます。初出場ということなんですけども、はい、どうですか今のお気持ちは？ゴールできるかちょっと不安だったんですけど、無事にゴールして入賞できてすごいとても嬉しいです。長野マラソンに出ようと思った理由は何かあったんですか？なんかいろいろ他にもマラソン出てるんですけど、はいはいはい、なんか他の知り合いの方から出てみないかって言われて出場しました。あ、じゃあ今日は一人で来られたんですか？あ、じゃなくて両親に友人の方も。友人じゃなくて家族で、みんなで。あ、家族で、はい、じゃあお父さんも一言の感想をお願いします。ちょっと一緒に横へ。お父さんはどうですか今日？そうですね、初めてのレースだったので、はい、完走できるかちょっと不安だったですけど、はい、無事完走できてよかったと思います。完走大変でしたか？ちょっと大変でした。あ、そうですか。でも日頃も出てらっしゃるんですよね？はい、そうです。どうですかコース的には問題ないでしょうか？はい、なんかすごいなだらかで、すごい漕ぎやすいコースでした。今日は何かあるんですか？今後はパラリンピック出場を目指して頑張りたいです。パラリンピック、はい、ぜひ夢に向かって頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。これで10回迎えて、はい、パーフェクトが20回。選手の皆様お疲れ様でした。2分の1は無償だったことだと思います。そうですね、まあ、2回中止を挟んでるんで、まあ、そう半分以上使ってますね。これからは参加するけど1位は狙わないっていうことでいいんでしょうか？ああ、でも強い選手がいなかったら優勝するかもしれないですし、はい、まあそのどれぐらいのモチベーションでやってるのかわからないですけどね、来年以降。まあ、はい、まあもう楽しんで走る、はい、だけなので、ありがとうございます。そうですね、現役のうちに、はい、10回優勝できてよかったです。はい、これからも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。